お風呂に入っていきたいと思います。皆さんこんにちは。今日は奥多摩にある三条の湯というところを目指します。この三条の湯は山の中腹にある山荘なんですけど、まあ、テント場もある山荘なんですけど、でそこはなんとお風呂に入れるんですよ。で、この三条の湯を中継点にして雲取山に行ったり飛龍山に行ったり、まあ、する人多いんですけど、まあ、今日は僕は三条の湯だけ行って、まあ、終わりにしようかなと。で、まあ、三条の湯でテント張って一泊して明日帰る予定です。はい、もちろんお風呂入ります。はい、今日ちょっとそれが楽しみで三条の湯に向かうのが楽しみです。じゃあ行ってまいります。登山口から、今やっぱ1時間ぐらい来ましたけど、1時間ずっと平坦な道ですね。まあちょっと傾斜がついてて、まあ、坂を上がってるような感じにはなるんですけど、ほとんど分かんないような感じの、まあ、平坦なところを歩いてるような感じですね。はい、ようやく山道らしいとこに来ましたね。はい、でもまだなだらかです。急坂がないです。楽ですね。ちょっと歩くところが細くなりましたけど、お、見えた。おお、おお、すげえ。こんな感じになってんだ。乾杯。時刻は今お昼の12時38分です。ああ、程よい運動、そしてもうお酒飲み始めちゃってます。お昼ご飯作って、テントで寝て、あとあの今日お風呂はもう自由に入っていいらしいんで、もう気楽ですね。めちゃくちゃうまそう。さあ食おうぜ。いただきます。もうめっちゃうまそう。うまい。お昼ご飯も食べ終わったんで、これから念願のお風呂に入っていきたいと思います。今時刻は午後2時。入浴は一度に4名様まで。よし、行こう、入って。めっちゃうまくない？おかわりもあるよ。食べます。おう。
今時刻は夕方の6時50分です。テントの外は真っ暗です。我々はもうこれから寝ようと思います。夕飯も食べました。歯ブラシもしました。今からもう寝ます。眠くてしょうがないです。おやすみなさい。おはようございます。今下山を開始しました。三条の湯、山荘テント場にお風呂があるのは最高ですね。今日はここの往復のピストンだけだったんでどうってことないんですけど、もしね山に行ってでここに立ち寄って風呂に入ることがあったら最高でしょうね。まあここといえば雲取山行く時の経由地だとか宿泊地とか、まあそんな感じのみたいなんで、今度雲取山行く時には、まあ、機会があったらここ使ってみたいなと思います。はい、じゃあこれから約3時間最初の1時間ぐらいはちょっとこんな感じで細い道が続くんですけど、それが終わったらあと2時間はもう危ねえあと2時間はゆったり幅の広い道を、まあ、ほぼ車道っすね、そこをゆっくり歩くような感じなんで、もう楽ちんのルートですね。はい、じゃあ下山気をつけてあります。今 まずずるって滑りましたんでちょっと気をつけます。じゃあ下山しますんで。マジで、うわ、石ちょっと触って、一気に行かないとちょっと危ないな。こういうふうに足ズボズボ埋めて来るといいよ。こっち捕まって、でズボズボ埋めて、恐ろしい。ここ危ねえな。ほら、ガンガン落ちてる。さっきのあの崖崩れとかちょっと怖かったですね。なんか土砂崩れ、落石っていうよりも土砂崩れ、崖崩れですね。ああいうの怖いですね。まあさっきの小規模だったんで。別に僕たち以外の人たちもどうってことないでしょうけど、あれが大規模に起こるとめちゃくちゃ怖いですね。はい、早くここは帰りたいと思います。通りでね、なんか落石注意っていう看板がいっぱいあるんで、まあ、ここはそういうとこなんだなと思いますね。はい、じゃあちょっと気をつけて下山したいと思います。まあ、これがあるからといってその三条の湯のその素晴らしさがマイナスになるわけじゃないんですけど、まあ三条の湯に行くまでにこのルートを通るとこういうことがあるっていうことは、まあ、ちょっとお伝えしたいなと思いますけど、車道に出ました。スタートしてから20分でここに来ました。めっちゃ早いですね。もう気楽ここまで来ると。はい下山が完了しました。
標準で3時間かかるところをちょっと早歩きで来たんで2時間で来ることができました。はい、でここからあの自分たちが車止めたところまで歩きますんで、そこまでが大体3キロぐらい。あ、無事に駐車場まで戻ってこれました。はい、よし、これで今日の登山はもう終了です。全部終了です。あとは家に帰ってもう速攻でシャワー浴びたいと思います。仲良し親子の登山日記を最後までご視聴いただきましてどうもありがとうございました。チャンネル登録と高評価をぜひ、チャンネル登録と高評価をぜひよろしくお願いします。これチャンネル登録はチャンネル登録って書いてるボタンをポチンと押してもらうのと、文字のところをポチンと押していただくのと、あとこれは高評価グッドボタンのところをポチンと押していただくと、ありがたいです。であとはあのコメントもぜひよろしくお願いします。はい、じゃあまた次回の動画でお会いしましょう。どうもありがとうございました。